江戸川メディアラボがお届けします。チャンネル登録よろしくね。はい、どうもご視聴ありがとうございます。今回はですね、こちら渓谷の掲示板からのご紹介でございます。渓谷民、朝鮮半島の歴史5000年、この話はどっから出てきたんですか、というスレッドでございます。それでは書き込みの方を見ていきましょう。くーちゃん、お願いします。僕は学校で渓谷の歴史は5000年だと習った、新聞やテレビでもそう言ってる。歴史教育で教育されるからみんなそう思ってるけど、でも実際のところは2000年になるかどうかくらいじゃないですか。 www 似たような話で、朝鮮半島の地形も虎によく例えられますね。日本は昔から我が国をけなすためにウサギの形だと言います。でも今になってみるとウサギの形とは思いませんが、だからといって絶対虎の形には見えません。こんなことまで嘘を並べて学校で我が国は虎だとかそのように教育しなければならなかったのか。1950から70年代は我が国はまだまだ貧しくて後進国だったから、何とかしてでもプライドを保つためにいろんなことを考えて教育しようとしたのでしょうが、京半島の虎は本当に無理やり感いっぱいでな、どちらかというとにウサギの表現の方が合っている。ウサギで何か問題あるの？え、何の話してんの？ウサギかトラかの話してんの？それとも5000年の話してんの？で、渓谷で、こちらトラと言っている画像があるんですけども、ふざけた画像があるんですけども、何やってんだこいつみたいなね。こんな画像がはあるんだって。ね。朝鮮半島がトラで、ここにブリブリって書いてあるんですよ。ひでえな。繋がってねえし。はい。まあ、こんな画像がありますよ、ということでございます。それではですね、こちらに対して、渓谷の反応、見ていきましょう。一人目。三国のここに、ダン君が小朝鮮を建国したとの記録が一応ある。C 国の記書からの引用だけど、そんな記述はない。わらわら。どっちなんだ、小朝鮮の紀元前2333年の建国が事実であると仮定して5000年の歴史という言葉が登場したのです。ああ、ダン君神話ね。でもまあそんな記録くらいはどこの国だってやっていますよ。証拠があるわけじゃないけど言い伝えだってね。あ、そうそう、思い出したんですけど、日本も神話のアマテラス大御神とか教科書に載せてるし、三国の小言の小朝鮮建国の記録で話すんでしょう。まあ小朝鮮自体がすごく曖昧な国ではあるけど、三国のこことなんだけど、三国志の話ですが、 C 国の史書に沿って合わせた可能性が大きいです。青銅器が伝わったのが紀元前10世紀頃で、その時初めて国家の形になったのではないかと推測します。あの、大前提として渓谷は韓国の歴史は5000年もないですよ、だって建国したのは最近でしょ。フランスみたいな国でも私たちは鶏と例えるのに。遺跡もない。ダン君が建国した唯一の根拠は実在するダン君だったのに神話扱いされている。なんで？わら。神話でしょ。渓谷の考古学は冗談かな、かっこ笑い。はい、ということでね、それではですね、チャットの反応いきたいと思います。はい、じゃあ上の方からいきますかね。C 国に負けたくないから嘘を言っただけです、かっこ笑い。脳内願望から出てきたんよ。 C 国の歴史が4000年だからですよ、わら。宗主国様にプラスしてもったにだ。いやいや、お前らは9000年の歴史言ってたじゃないか、忘れたの？なウサギの話聞いたことないけど。日本人は半島の形について語ったことなどないけども、わら。けなすつもりはないが、そっちがやたらと絡んでくるからだろ。日本は竜に例えられてるから虎にしたんだよ。日本は竜に例えられてんだ、それは知らなかった。半島の土地って意味なら確かに5000年あるかもね、わら。お前らは80年ないがな、わらわら。5000年は
お前らの妄想から出てきたんだろ。デカ2000年、お前らは100年も経ってねえだろ。歴史をファンタジーと一緒にするなよ。1950年ぐらいでしょ。ウサギさんかわいい。腰の折れた虎より自然。そもそも何で南北朝鮮基準で歴史考えてるの？他国に侵略された歴史とか教えないの？ウサギっていう方が日本人は誰も知らない。ああ、日本は竜で四国は鶏。日本は竜で四国は鶏って言いますよね。渓谷は鶏のくちばしじゃないですか。わらわら。 C の資料の方が信憑性がある。 RC の書物結構当てにならないって説が主流。君とはプライド持てるほどの歴史はないぞ。その自尊心とやらを捨てないと笑い物にされるぞ。渓谷の歴史はたかが75年です。70年超えたくらいかな。70年くらいのくせに何言ってんだか。わらわら。熊を人間にする話がファクトじゃないと気づき始めた。ダン君、神話って後から書かれた小説起源でしょ。建国すら1919年と1948年で迷ってるのに5000年もあるわけないじゃん。渓谷の、まあ、与党の国民の力と、渓谷野党の共に民主党で建国の年が違うんですよね。お前らは確かビッグバンの起源だったはずだが、わら。そっからすでにもう違うんから。ダン君の記事の書かれた書物はずっとこうなんだよ。C国から見ると日本は心という感じになるらしい。はい、ということでね、それではこれで終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、評価、ぜひぜひよろしくお願いいたします。それではまた。